やっていきましょうか。ブルホスです。本日もね、ごめんなさいごめんなさい、めっちゃエコーボイスかかって、僕の音がなんかわわわわ、ごめんなさい、マイクの調整が忘れてたね。まあ、そういうこともご愛嬌ということで、前回、これ見てなかったね。よし、じゃあ、前回はゲス社長じゃないや、ゲス所長かに、縛られて、まあ、ちょっと新しい性癖に目覚めたクレアちゃんをね、お見せしたところではあったんですけども、今回は、まずは地下から行ってたね。これね、変態シルクハットゴツゴツ野郎が来てしまうと、いろいろめんどくさいことになるんで、窓を割りたいのかパントマイムを見せたいのかよくわからない警察官の動きだったので、なんか縦にバンバンという横にくねくねって感じだったのね。昔いたね、ネジレジ、電磁戦隊メガレンジャーっていうやつでさ、ネジレジアっていう敵のその組織があって、でそこに出てくる雑魚敵の名前でくねくねっていうのがいたんですよ。紫色のすごい、もうなんかあんなのがもうなんかね、まあコスプレとはいえさ、あったらもうただの変態が集まるっていうか、面白いのがこっちに来れないんだよね、このリッカーちゃんね。活動範囲がここまで限られてるからすごい面白いんだけど、これは別に飲まなくてもいいけど、よいしょ、飛び込んでガラスでパリパリっとってさ、傷ってさ、わーとかってならないところが可愛いよね。はい、お疲れ様でございました、ね、対処法が分かっていれば何も怖いことはないんでございますよ、本当に。これはルビー持ってきておくべきだったな。で開けて、よしよしよし、メガレンジャーか。唯一ね、今何十の戦隊ものがあるけど、唯一最初から最後まで見たハマったやつだったな。当時5歳だったかな、97年から98年だったな。僕の同級生はこぞってカクレンジャーを見てたらしいから、だから遡っていくとメガレンジャー、カーレンジャー、オーレンジャー、カクレンジャーだったから2歳とかなのかな。2歳で戦隊もの見てもなんか何やってるかよくわかんないし、かわいいね。まあ、5歳でメガレンジャー見てもよくわからんかったしね。中学生か高校生くらいになってから改めてビデオに撮ってたら52話全部見直してみて、初めて映像サイトになってるけど、今回バイオ2のさ、RE2 の特別仕様で、うわー、もったいねー。沸かしたわー、ちょっと。これでもう、かわいい。かわいらしい。負けないわ。お前そっちから来てんのか。お前順序で注文があるのに、妙なことにはよ。たく、プルンプルンしてんじゃないわ。あ、そっち向くよね。お前なんと本当にドキッとしたわ。メンタル的な意味でです。大きさは知らん。まあ、でも心臓検査引っかかったことないけど、健康診断とかで、あ、そうそう、一昨年だったかな、健康診断をやる前、多分ね、これね、男の人だったらね、あるかもしれないんだけど、健康診断の前日にね、自分なりに、人となりに、ね、行為を行っちゃいかんのですよ。まあ、僕ね、結構、A が多いんですよ、評価とかがね、その、なんだろう、コレステロールとかさ、血圧とか、そういうの、AA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 
し、あの前日に行為を行ってしまったがゆえに C になったっていうねことがあったんで、うん、そうそうそう、だからね、皆さん、ね、男性でね、あの前日にそういうことを急いだとする
じさんに追いかけ回される運命になるんで、まあこの辺りで十分かな。あそこぶち、ああそっか、まあ、まあ、なんとかなるでしょう。多分ここから先手に入れるのは緑のハーブ2つくらいか、組み合わせれば OK だもんね。よし、じゃあ向かっていきましょう。で、ここでカチャッ、OK、で、降りていって、ここでね、あの素直に降りることができるのがやっぱりクレアのあれだね。ルーの時はね、体重が重すぎてガッチャーンってなっちゃうからね。で、ハンタマ取って、ハンタマもなんだろうな、こうこれまでのバイオのさ旧作と違って15発固定とかじゃなくて、なんか取れたんじゃないんだけど、ね、本当の色に変わった気がするからね。おっと、そこ、あそこでございます。あそこ封鎖されてるからゾンビ敵いないもんだと思ってます。いるんだね、いるんだね。はい、はい、はい。あ、奥からももう一回、あ、そんなそんなそんな。ちょちょちょ、固いでございます、固いでございます。うん、こっちは生きてる。ちょっとまあ、起き上がるまで待って、右、ブシュ、ならない。なんかクリティカルヒットしないね。生きてる？生きてるね。はい。もう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 なくなるやろ。これ。これ。あ？ちょっと待って。手すりのところに弾痕が。薬莢か。薬莢が浮いてたの今ね。皆さん、あの気になった方、あのちょっとがあの戻して見てみてください。なんかプワプワプワで3発から浮いてたから、さっきよし、じゃあこれで、レバー引いて、こっちは何もなしだね。OK、そうだね、ここ入れちゃったらあれだもんね、レオンと同じルートたどれちゃうことになるもんね。あれなん、誰がどう封鎖したんだろうな、なんでなんだろうな。よし、違う違う、いや今普通に素通りしていこうとしてた、危ない危ない。よし、じゃあこれも取ってアイテム組み合わせておいて、さあガチャコ、本気なの？とりあえず知るかと、来ないで。めんどくさいのがさ、あのね、いや本来さ、ここでさ逃げずにさ普通にあのパンチかわしていけよっていう意見もあると思うんだけど、あの何回かねそれやったこともあるし、うまくいったこともあるんだけど、ランダムなんだよね。うまくいくときといかんときはね、本当にあの引っ掛けられてくる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 回ることにもなるから、あんまりねそのおすすめはできないんだよね、個人的にはね。まあ、ただ単にあの私のねスキルが比較と落ちざまなだけなのかもしれないけど、ということで、ここでどし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 言ってるから、それをどし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 言わしてる間にちょっと逃げていかなきゃいけないね。このまま、あ、違うな、さっきあっちから来ないね、遅いね。じゃあゆっくり、このゾンビを起こすわけにはいかないので、よし、まだ多分いるはずだから、よし、取れるだけのアイテムはね取っといた方がいいからね。で、あのこうすることでねアイテムが浮くからね、浮いた分もまた新しいアイテムを取ると。あれでもここってさ、もたもたしてたらあいつ入ってくるんだったっけね。よし、じゃあシンキングタイム。なるほどね、そういうことね。ほうほう、ちょ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 、これはまさか、おお、めちゃめちゃ早いじゃん。多分3回目にして最短が出た気がする。アイテムは取った、あそか、開けておいて、ここ行くのはいいとして、ただ問題はよ、問題はいるね、いるんだけど、後ろからどし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 たら余計怖いかなって。よし、じゃあこれ
でハメハメして、とりあえず、あ、そうだ、マシンガンだっけな。弾数は多いんだけどね、殺傷能力が低すぎるからね、いまいちこういうのが使えるか使えないかでいうと、個人的にあんまり、微妙なんだよね。これは、電話編で読んだので、もうほぼスルーします。なんだかクリスらしくないわ。なんかそういうのをね、なんか独り占めするようなタイプでもないもんね、クリスってね。よし。ちょちょちょ、組み合わせない、組み合わせない。これで、一旦あっち行った方がいいかな。いるかな。こういう時、正面からバッて来たりするからね。今みたいに走ってしまったタイミングプラス、正面からバーンとかってくると、もうね、終わったーになるからね。いないかな、ここで。ここもね、確かね、りっちゃんいたはずだから、後ろでゾンビがわーっと、もしもし、よし、じゃあここで一旦アイテムセーブしましょう。ちょっと慎重に行かないとね、しばらくはこれもいらないから、預けといて、これはハメハメしに行かなきゃいけないから、よし、これで行きましょうか。このまま、奥のアイテムも回収し、まず正面が来ないよね。いるね。慎重に慎重に。静かに静かに。よしよしよし。カペピョンしてる間に。よし、これはめちゃって。違う。だからね。WASD とスペースをどうしても、ね、まとめて押しちゃう感じがして、俺押してしまうんだよね。じゃあ、ダメとか。ここで持てるアイテムが増えたし、護身用アイテムも置ける。本当はね、あいつがね、あのエセ視力ハットおじさんが来る前に、本当は、アイテムをね、あ、じゃあ、リッカをね、倒しておける。奥のアイテム、あ、そういうこと、なんか、あ、ゾンビの足がプルンってなったから何って思ったらそういうことだね。じゃああっち行っちゃったんだけど、ゾンビ入ってくる、ゾンビじゃねえや、タイラン2入ってくる、ドゥドゥドゥ、これ可能性あるんだよな、入ってこないのが一番いいんだけど、ここに入ると入ってくる可能性がかなり高いっていう噂を聞くんだけど、いいなぁ。おぉ、奇跡奇跡。いいね。あ、ちょちょちょ。捨てる捨てる。よし。じゃあ、次ね、もう、警察署とおさらばするパートにしていきたいというふうに思いますんで、一旦、切りがいいから、この辺りで、終わりにしようかな。ちょっとこれ上行ってまた地下行ってってなると20分超えてきちゃうと思うので、申し訳ないですけど、中途半端に申し訳ないですけど、この辺りで、ね、あと区切りたいというふうに思います。いないよね、まさかいたりしないよね。だな、 OK、 よし、じゃあね、一旦区切りがいいところですので、この辺で終了とさせていただきます。ぜひあのチャンネル登録ボタンとね、グッドボタンも押していただけると嬉しいです。応援ぜひね、お願いします。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。ちょっと待ってね。大丈夫かな。はい。ではね、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。